どうも、愛知です。今回はですね、通知表に関する、まあ内申点ですね、に関する相談がすごく今増えているので、まあそれについてちょっと答えていこうかと思います。で、いろんな相談があるんですが、まあ受験生からもらうのがやっぱ多くてですね、その中で一番目立つのが、大体その高校によって、多分みんなの地域でもさ、どこどこ高校に行くためにはこのぐらいの内申点、通知表が必要ですよってありますよね、多分基準みたいなのが。で、そこに足りてない時に、足りてない。まあ、いくつ足りてないかっていうのはそのね、相談によってちょっと数が違うんですけど、受ける権利っていうか、もう資格がないですかみたいな。そう、受けちゃダメですかねみたいな。だから、まあ、ランクを、レベルを下げた方がいいですかみたいな。そういう相談が多いんですね。で、まあ、これについてちょっと答えていくと、まずですね、今回概要欄の方に、まあ、今回の動画の最後にもちょっとリンク貼っておくんですけど、通知表がなんで大事なのかっていう動画を今年の3月ぐらいに撮ってるんですね。で、そちらで、で、通知表が大事な理由とか、その通知表が受験に関わるシステムみたいなのを話してるので、ぜひちょっとそっち見てほしいんですけど、まあ、受験にもろに関わるわけですよ。通知表っていうのは。だからその基準が発表されるんだけど、で、その通知表がなんで受験当日、そのね、受験のその順位を決める、合格不合格を決めるときにどう関わるのかっていうと、ざっくり言えば得点化されるの。通知表が。で、通知表で9教科ですよね。で、5まであるからさ、9、5、45、45がマックスなんですよ。中学だと。で、そのうち、じゃあ45のうち、じゃあどうしようかな。じゃあ30取れてるとします。30、今ね。で、じゃあ、受験、その行きたい高校が35が必要ですって、なんか発表されてると。なんか聞いたとこによるとね、5足りないじゃないですか。で、こんな簡単なシステムではきっとないと思うし、まあみんなの地域、住んでる地域によっては違うかもしれないんですけど、例えば当日、100点 ×5 で500点満点のテストを受けます。5科目だったらね、500点満点ですよ。で、通知表がじゃあ3倍にされて得点がされますと発表されてるとします。3倍。で、30って通知表を取った時、もちろん1年、2年、3年あるからさ、それちょっと分けて考えなきゃいけないんだけど、これちょっと3年だけにさせて。3年で30取ったとした時に、それを3倍するから、30×3 で90点になります。で、当日取った得点に90点が足されて、加わってね、通知表が得点化されて加わって、その合計点で上から順番に順位を決めていく。で、定員が300人だったら上から300人までが合格ですよ、みたいな。シンプルに考えるとね。これがまあ受験のシステム。だから通知表が大事っていう話なの。じゃあ、さっき言った通知表が5足りない状況にあると。で、これが受験をする資格がなくなってるのか、受けていいのかって話なんだけど、結論から言えば受けていいです。受けてください。目指してるんだったら。ただ、何がまずいかっていうと、35から30って5をマイナス食らってるんです。マイナス5ですよね。で、さっき3倍されるって話をしたんですけど、マイナス5っていうのも当然3倍される。だから、マイナス15されるんですよ。このマイナス15は何かっていうと、基準から考えた時だよ。基準から考えて、当日のみんなが平均的にその受かるって言われてる得点に関して、15点マイナスを食らってるの。その、足りない、5足りない、君はね、君はって言ったらあれだけど、あの人は。そう。だから、15点マイナスを食らってるんだけど、逆に考えれば、当日、15点マイナス食らっている、その15点分上乗せで、だから平均的な得点から言って、それより上の得点を取れれば、別にひっくり返せんの。マイナス15なんてなかったことにできるから。その15点プラスで取ればね。そう。だから、まあ、何点足りないかっていうのはもちろんシステムとか、そのみんなにと、そのね、受験、そのみんなの地域の受験システムだったり、得点換算のその倍率とか、あとはその足りない分がいくつかによっても変わってくるんですけど、当日、そのマイナス分をひっくり返すだけの得点力、なま、実力をつけてね、学力をつけていけるんだったら、それで問題ないんです。いいかな。だから、多少内申点が足りないからといって、受験する資格がなくなってるとか、そういうことはないの。ただ、その家庭によってはさ、その私立がダメですっていう家庭もあると思うんです。ガガの金銭的な問題でね、公立絶対行ってくれと。そうすると、私立の滑り止めを受けてても、公立で危ない橋を渡れないってことになってしまったら、まあそのね、行きたい高校を下げる必要が、まあそれは家族とかさ、先生とか話し合った上でになるけど、その下げなきゃいけないっていうことが起こるかもしれないんだけど、ただ、その、今回相談を見てる段階だとね、そのなんだろう、得点っていうか通知表の数字だけ見て、諦めなきゃみたいな。もうやめた方がいいですよねとか、ランク落とした方がいいですよねって考えてる子がかなりって言ってたよ。かなり多いんで。そう。だからそこは意識して、まあ自分ちゃんと計算をしてね、漠然と足りないじゃんじゃなくて、どれぐらい足んないのかっていうのをしっかり計算をして、あ、でもこのぐらいのマイナスだったら、頑張れるかもしんないって思うんだったら腹くくって頑張ればいいんだって。その周りのね、その高校を受ける人たちの努力すればいいんだって。得点取ればいいんだって。で、ひっくり返せるから。そういう風にね、ぜひ考えてもらえたらと思います。